はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、シフトカーシリーズガチャポンシフトカー05です。はい、今回も1回500円で早くも第5弾ですね。そしてラインナップはシフトテクニック、ローリングラビティ、マッドドクター、この3種類のノーマルプラスメッキエンジンバージョンが3種類。なんかブックレットを見る感じはマッドドクターがデラックス版よりちょっと透明度が高いように見えますし、ローリングラビティはそんなに変わんなさそうで、相変わらず変身系のシフトカーはちょっとデラックス版と雰囲気が違うっぽいですね。いつも通り4回ぐらいはやるつもりだったんですけど、3回やったところでガチャマシンが売り切れになっちゃいました。では今回はまずはノーマルのシフトテクニックとどれかのメッキエンジンバージョンを狙って開封したいと思います。まずは1個目、そういえばガシャポン版のタイプワイルド、あれはまだ出てなかったような気がします。なんか食玩版がちょっとデラックスに比べると微妙だったんですよね。ではパカッと開けて、よっと、いきますよ。05の1つ目は何でしょうか。せーのドン。おー、まずはシフトテクニックが出ました。そしてやっぱりデラックス版と全然違いますね。デラックス版はこのようなグリーンメタリックで、一応成型色なんですけど、明らかにこっちの方がお金はかかってますね。でもなかなかグリーンが綺麗ですし、ちゃんと色分けはされてますね。そしてこのバッタ的なシルエットがガシャポンカラーの方がなんか合いますね。全然いいですよこれ。ギミックはいつも通り6輪のコロ走行と普通のシールとレバーとで、変形ギミックいつも通りのクリックオン。感触もいいですね。アームの前後はありますね。ちゃんとデラックス同様このギミックのアーム前後は稼働します。2個目、これであとはドクターとローリングラビティ。ん?ハマってますね。うわ、何これ?めっちゃハマってる。パン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 。え、取れない。いよ!あ、取れました。このパンパンさは、あの、真四角なシフトカーのあれでしょうか。せーの、ドン!おー!やっぱり、マッドドクターが入ってました。そして、ブックレットの、この感じに比べると、いつも通りですね。特に、食玩とかデラックス版と変わらず、綺麗なクリアホワイトです。ガシャポン版とデラックス版。まあもちろん、デラックス版に比べると、ガシャポン版は若干色がくすんでますけど、まあほとんど、差はないですね。相変わらず出来がいいです。そしてギミックはコロ走行と変形と、あ、でもなんか、クリック音がしない。え?なんかぬるって感じ。あ、ここがカチッと言いますけど、なんかそれ以外はちょっとぬるって感じ。へぇ、これは個体差ですよね。で、レバーアクションとシールがあります。では、ここまで来たら、ローリングラビティのノーマルか、あ、でもローリングラビティ、今のところデラックス版の1個しか持ってませんから、余分に1個欲しい。いきます。あ、なんか丸い。お、これはノーマルコンプかメッキか。いきます。せーのードン。おー、来たー久しぶりのノーマルコンプ来ました。相変わらずレアもののメッキエンジンバージョンはさすがに出ないんですが、3回やってノーマルコンプは超嬉しいです。前回のね、04とかが5000円使いましたから、今回は1500円でコンプしました。そしてローリングラビティの全体はこうで、相変わらずこのシフトカーはデザインが凝っててかっこいいですよね。タイヤが回転して、前のローラー部分もサイドが回転します。で、後ろはレバーアクションで10トンのシール、そして回転もします。デラックス版と比べると、ああ、え?全く一緒ですね。クリアパーツの感じも、塗装の感じも、ほとんど差がない。あ、でも若干この黒いクリアパーツの部分は、デラックス版の方が質がいい感じですけど、まあ、比べて初めてわかる程度ですね。ほとんど一緒。では、音声確認します。変身!
タイヤ交換。さらに交換。タイヤ交換。マッドドクター。次はブレークガンナー。マッハドライバー炎。シフトカータイヤ交換。うまい。とてもうまい。タイヤ交換。はい、ということでシフトカーシリーズガチャポンシフトカー05を紹介しました。今回は特に波乱がなく、2015年最初の不均一アソートっていう風に言わないで済みましたね。毎回これくらいすんなり揃ってほしいです。以上、仮面ライダードライブシフトカーシリーズガチャポンシフトカー05の紹介でした。